の底での、またあなたは負けることはない、私は信じています。海王ポセイドンとの死闘から数日後、243年前の聖戦でアテナによって封印された魔塔が崩壊し、閉じ込められていた冥王ハーデスの108人のスペクターが復活した。地上の愛と平和を守るため、新たなる聖戦の火蓋がここに切って落とされたのである。ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界だが、新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。ついにこの時が来たか。243年間わしはこの五老峰の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けた。それももう終わりのようじゃ。ここから西へ1000キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底からよみがえる。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。非常事態が発令され、守りを固めるサンクチュアリに奇怪な現象が起こっていた。慰霊地に眠るセイントたちの墓が内側から崩したように荒らされ、兵士たちが亡霊のような敵に襲われたのである。そして第一の宮、白妖宮を守るゴールドセイントムーの前に、ボロ布をまとった謎の男が現れたのだった。何？あなたはムーよ。お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえど、それだけは。バカめ、このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっていよう。そうだぞムーよ。何？お前たち、キャンサーのデスマスク、ディスケスのアフロディーテ、未だに成仏できず死霊となってさまよい出たか。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。さあムー、そこをどけ。アテナの首は俺たちが取ってきてくれるわ。どかぬというのなら力ずくで従わせるのみよ。冥界に咲くバラ、その身に受けよ。このムー自らが引導を渡してくれる。ファイト。アバイト。ロイヤルデモンゴーズ。クリスタルウォーズ。クリスタルウォーズ。ロイヤルデモンゴーズ。アバイノ前をクロバラ。アバイノ、これからですよ。
なかなかやります。私は僕です。遅すぎる。ただそれは何？覚悟はできましたか？クリスタル王！何？遅すぎる！やるじゃないか！クリスタル王！死を見舞ってやるぞ！受けろ！黒バラの恐怖を！ラニアンドローズ！黒バラの牙すべてを砕く！英雄！ウィナー！スペクターとして蘇った私の敵ではなかったな。もっと強く美しくあらねば。ゴールド戦記の使命は何人にも砕けぬ。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ファイト。なぜお前がゴールドクロスをまとっているのか。ダニアンドーズ、メッキの宝石のように黒く光り輝く、その感じはクリスタル王、いわば死の国のクロス。さあプリス、栄養ハーデス様に忠実ある死の国の戦士スペクターの証しを。命とハーデスの倉庫になり下がり、アテナのお命まで狙いに来ること。かつてはアテナのセイントか。パジオスデモンドーを全て抜き抜きと手を貪っているお前に死の世界の恐怖は分かるまい。そこをどけムー。お前はあのお方に逆らうつもりか。あのお方に逆らう私には決してできはしないさ。お前たちの手勝手に通ると思っているのか。いい加減にせぬか、ムーよ。この二人は私に従ってきたもの。お前のしていることは全て私への反逆になるだろう。やるじゃないか。ロイヤルデモンドー、なかなかやるな。死を見舞ってやるぞ。覚悟はできましたか。アーライト、エクスティンクション。安らかに眠りなさい、ウィナー。さあ、舞い戻れ、死の国へ。これに満足せず、もっと精進いたしましょう。さあ、いい加減にそこをどけ、ムー。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命。たとえ殺されたとしても押すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ。死ねムーよ。待てムー、どうしたんだよ一体。デスマスクにアフロディーテ、これは夢か。それともこいつらは幽霊なのか。ムー、幽霊ではありません。冥王ハーデスの戦士スペクターとして蘇ったのです。ハーデスとスペクター。ハーデスこそアテナを倒すべき真実の敵。ハーデスとの新たなる聖戦のためにアテナ、私たちセイント、この時代に生を受けサンクチュアリに集ったのです。だからポセイドンが復活した時もゴールドセイントたちはサンクチュアリから動かなかったのか。だったらムー、俺も戦うぜ。それは無用です。今すぐ帰りなさい。え、ここはもはや君のようなブロンズセイントに来るところではありません。立ち去らなければアテナの名のもとに死を与えます。死？これはアテナのご意志なのです。嘘だ、俺たちはアテナのセイントなんだぜムー。これは何かの間違いだ。沙織さんにアテナに会わせてくれ。やかましい、お前たちはもう用済みなんだよ。さあ早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。消えるのはお前の方だ。
やってやるぜ。来い、デスマスク。早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。来い、デスマスク。本当のカニみたいに炙く服までやってやる。ファイト。死ねー、まだまだ。赤色メルカリ派。死ねー、まだまだ。動くなよ。ペガサス。死ねペガサス流星剣。燃えろ、俺のコスト。死ねくそ。死ねまだまだ。祭りに投げてやる。赤色メルカリ派。また死顔が増えたな。英雄ミナ。宇宙的に哀れなやつだな。くそ、こんなはずでは。デスマスク、本当のカニみたいに炙く服までやってやる。早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。ファイト。だそのモノクロスはムーに収束もしてもらえんとは哀れなやつ。そんなモノクロスでこの俺様に勝てると思っているか。お前を倒すのにクロスなんか関係ない。今俺はものすごく頭に来てるんだ。やってやってやりまくってやるぜ。どうしてもいい、このペガサス。まったくクソ生意気な人だと。このクソガキ、お前を冥界の穴ロボット平坂に蹴落としてやるぞ。その穴に逆戻りするのはデスマスク、お前だ。さてデスマスク、調子に乗りやがって。おなれ、お前を一番の血祭りにあげる。燃えろ、俺のコスト。こっちもがみなぎり、ペガサス流星剣。終わりだ。よし、ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。とどめだ、デスマスク。どうして俺に攻撃を。言ったはずです、早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもうアテナのセイントとして様子見なのか。セイ、安らかに眠りなさい。スターライトエクスティンクション。消えた、セイヤの体が。スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした。どことおっしゃられ。死の国以外に行く先はありません。まあよかろう、たかがブロンズの子供一人。
デスマスクにアフロディーテよ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはずです。この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。さあお前たち、まいり死の国へ。スターライトエクスティンクション。何うわデスマスクにアフロディーテよ、お前たちの肉体は完全に消滅し、死の国へ逆戻りした。ゴールドセイントの誇りを忘れ、アテナのお命を狙った報いだ。もう二度とこの地上に戻ることはできない。ムーイよ、愚かなのはむしろお前の方だ。その二人を消したところで戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになってゆくのがわからんのか。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス、108人のスペクター全て片付けるまで。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。冥王ハーデスの手先として死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかしそれで戦いは終わりではなかった。新たなるスペクターたちがムーの前に姿を現したのだった。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かにまだ数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモは以前出会ったことのある人間。まさかお前たちまでハーデスの誘惑に負けアテナを殺しに来たというのか。サン、カン、シュラ。その通りだ。そこをどけムー。相手は誰であろうか、この白妖球を守るのが私の使命。毒気はないようだな。ならば排除するまで。どけ。どかぬなら排除するまで。わからん。何故ハーデスの軍門などに。ファイト。なかなかやりますよ。嬉しいぞ。クリスタルウォール、ハーダスのレボリューション。我がストレボリューション。カホどもを我が聖剣の前に散。クリスタルウォール。なかなかやります。クリスタルウォール。これからですよ。これからですよ。なかなかやります。クリスタルウォール。クリスタルウォール。覚悟はできましたか。浮かせたのはお前だ。食らえ聖剣エクスカリバー。余剰余談ウィナー、次はこれだけではすまんぞ。エクスカリバーが刃こぼれしたか。わからん。何故ハーデスの軍門などに。どけ。
ドカヌなら排除するまで。ファイト。シュラ、一体どうしたというのか。クリスタルよ。カホどもよ。ターナゴレボリューション。アテナへの忠義の証ではなかったのか。言うことは何もない。俺の邪魔をする者はいない。切って捨てるまでよ。ターナゴレボリューション。もう一度だけ言うぞ、ムー。おとなしく我々を通す。どこを通り出す。これボリューション。なかなかやりますね。ここです。アフロディーテと戦ってなおここまで俺を手こずらせるとはな。アテナを守り、私の姫。アテナ君の仲間を抜かせたのはお前だ。わけにはいかぬ。削ったりまー。覚悟はできましたか。スターライト、エクスティンクション。安らかに眠りなさい。ウィナー。あなたの魂、血の涙を流して慟哭するのを感じました。これに満足せず、もっと精進いたしましょう。ここは通さぬ。ムーに無駄な血を流させるな。もういい、シュラ。私が代わろう。か、代わぬ。私たちが戦わなくてはならないのだ。私に残された時間は少ないのだ。わからん。何故ハーデスの軍門などに。ファイト。これからですよ。なかなかやります。オーロラエクスキューション。これからです。オーロラエクスキューション。なかなかやります。なかなかやります。なかなかやります。クリスタル王。はい。ターナゴレボリューション。それだけ。覚悟はできましたか。クリスタル王。それだけ。ターナゴレボリューション。恐怖の恐ろしさを教えてやろう。ダイヤモンドダスト。お前は熱くなりすぎた。ウィナー。今は黙って通らせてもらう。これでまた絶対レードに近づいた。戦機の使命で何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。ファイト。カンフリージングコンマ。お前までも。ムーよ、我が陶器に包まれて眠りにつくがいい。フリージングコンマ。カーナコレボリューション。それだけ。さすがに疲労しているよ。まだやるというのか。このフリージングコケ。諦めるな。まだこれボリューション。砕け散ったとしても。ムー、いかにお前といえども我ら3人を全て相手にはできまい。なかなかやる。オーロラエクスキューション。ここはない。各要求から先へは。オーロラエクスキューション。その後半に。ケー。ケー。クリ
リスタル号カジ、ロークの恐ろしさを教えてやろう。本当に魂を売ってしまったのか。私は自分のすべきことをするだけ。アテナに歯向かうことなら、お前のすべきことだというのか。オーラエクスキューション、お前を永遠の眠りにつかせよう。覚悟はできましたか。くらえ、スターダストレボリューション。安らかに眠りなさい。みんな、あなたの魂が血の涙を流して慟哭するのを感じました。これに満足せず、もっと精進いたしましょう。もういい、カミュ。ムーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、お前まで。あ、これは泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。カミュ、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのがこのムーには感じられる。まさかお前たちは。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちは、スペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け、金牛宮を抜けて第三の宮、掃除宮にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来、長らく無人となっていたはずの掃除宮。そこでサガたちは謎のセイントに行く手を阻まれる。ジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガは、カミューとシュラを先に行かせて1対1で対峙するのだった。神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていたが、神の罰を受けたのはお前の方ではない。サガ、アテナを殺しサンクチュアリを乗っ取るという愛された野望に敗れたお前は、天罰を自ら死を選ぶに至ったまで、それが今またこうしてハーデスの倉庫となり、スペクターの先陣に立って悪魔のお命を狙いにやってくる。サガよ、やはりお前という男は真の悪そのものだった。黙れ。その悪をこの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガを、アテナを死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除機を守っている。一体誰の許しを得たのだ。マスクを取って答えよ、我が弟カノン。もちろんアテナのお許しを得た。バカな、アテナが悪行の限りを尽くしたお前など今さら許すと思うか。アテナはスニオン岬の岩の上、そしてポセイドンと海底神殿で大いなる愛を見せてくださった。心の中の悪を全て洗い流し、この罪深いカノンをお許しになられたのだ。これからはアテナのため、正義のため戦い抜くのみ。邪悪の輩はこの掃除球から先は一歩も通さぬか。覚悟しよう、サガイ。
やはりお前という男は真の悪そのものだったのか。バカめ、そんなまやかしがこの佐賀に通用するか。ファイト。ラブダイメンション、この攻撃は絶対に通さない。お前のうっぺらな忠誠心だ。この佐賀はきっと探してくれる。あなたの手で使うわ。今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどとは超自然版。気が済むまで笑うなよ。ジェミニの王はお前の心は悪意一つに止まっていて、決して拭うことなどできはしない。それは私が一番よく知っている。どこを見ている。お前が知っているのは13年前の私だ。消し止め、異次元内幅よ。罪は重いぞ。佐賀だ。100分の1も力を出しておらんのだからな。バカめ、そんなまやかしがこの佐賀に通用するか。ファイト。どこを見ている。剣の技を手に入れる。アナザーディメンション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 。剣の技を手に入れる。どこを見ている。剣の技を手に入れる。ガラクシアンエレクトロボ。カンナ。アナザーディメンション。剣の技を手に入れろ。真似事などこの佐賀の前ではいつまでも通用せん。カノン、お前がいる場所が分かったぞ。この一撃を食らえ。幻影が消えた。ここからコスモを飛ばしたくらいでやられる男ではないだろうがな。それにしてもあいつが、あの弟が私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれたと、まさかまさか夢にも思わなかったぞ。だがお前が本当に悪の心を捨て去り純粋に正義に目覚めたかどうか、真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらうぞ、カノン。白陵宮にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により
全身が金縛りに遭い、動きを封じられてしまう。謎の男がとどめを刺そうとしたその時、何？12球の日時計に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。どこ？243年ぶりじゃが、まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ、我が友シオンよ。そして佐賀の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、ハリエスのシオンよ。我が大恩あるし、アリエスのシオン。このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の全聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな、幻よ。何？わしがなぜ日時計に点火させたと思う？お前たちの命などあの日時計が消えるまでの幻。それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。このままわしが引き受けた。行け、ムーよ。お前はすぐさまサガたちを追うのじゃ。戦うつもりか、どうこ。老いぼれた今のお前には勝ち目などないぞ。お待ちください、ロシ。お前は死竜ロシ。遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。この死竜、全力でお前を倒す。たかがブロンズといえど目障りだ。ファイト。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって一体何をする？うろたえるな。もちろん戦おう、正義のために。消えろ。何の、イガさん、ロザン、うろたえるなと思うの。何の、ファーライトエクスティンクション。仮にもセイントを名乗る者がこの国へと、それともどうかに泣きついてクロスを恵んでもらったのか。何だと、勇者を侮辱することは許さん。何の、たかが雑魚といえどもこれ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前から先に葬ってやるか。春霊に二度とご老婆を与えるな。敵を射たはず。不自由な目をしてなぜ動いたのじゃ。なぜとか。およ、ロシ。昇竜の子だ。ロザン、昇竜。命燃え尽きようとも。ウィナー。その程度で竜の鱗は剥がせん。こんなことでは竜の名折れだ。たかがブロンズといえど目障りだ。ロシと互角の相手、勝てるのか。ファイト。ロタイルな小僧ども。これ式のこと。ロザン昇竜派、ロザン昇竜派。何の、小僧。何の、何の、小僧。燃えろ昇竜のごとく。生
気があるな。愚かな。クリスタルウォーズ撃てろ。弱い。ウィナー、どうこの弟子よ、これが力の差というものだ。これこそが教皇としてのあるべき姿だ。聞け、飛竜よ。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめて、これから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。しかし、私はセイントです。多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きてゆくことなどできません。わかった、シリュウ。アテナにはわしからお詫びしておこう。して仲良く視界へ送ってくれるわ。しおいよ、わしがなぜ243年間も五老峰の大滝の前に座したままだったと思う。なんだ、どうこの体から立ち上るこのコスモ。何？どうこの皮膚がひび割れて18歳の頃のような若々しい肉体が現れるとは。どうこ、243年ぶりにライブラのクロス装着。いずれ来る災厄に備え、アテナよりミソペサメノスを施された。わしの心臓は1年に10万回しか動くことはなかったのだ。10万回といえば、心臓が1日に鼓動する回数。お前にとって243年は243日に過ぎなかったというのか。シリウよ、早々にムーの後を追い敵を蹴散らせ。行くぞシオン、ここでわしがお前を止める。往生してもらうぞ。243年ぶりの決着をつけようぞ。ファイト。ほっ、ドラン百竜派。ヘイ。ほっ、ヘイ。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 そんなものか。アーダストレボリューション。ヘイ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 。そんなものか。アーダストレボリューション。そんなものか。ここまでやるとは。おぞう、ここまでやると。おぞう、見るがいい。強行の力を大いなる星屑のもとに滅せよ。死ね。エネシオシウィナー。ミソペサメノスが聞いて呆れるわ。これこそが教皇としてのあるべき姿だ。243年ぶりの決着をつけようぞ。往生してもらうぞ。ファイト。うろたえるな小僧ども。これで全て解答だ。243年前と同じ。いいだろう。その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。アーダストレボリューション。本当にこのシオンと対等になったのか試してやるぞ。クライトーコー。若返ったわしの力を、あなたの方が良いぞシオン。
何の、お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。今一度死ね、悲しむシオンに戻れ。なんという凄まじいコスモ、何の、もういわれから発せられたものです。この世紀に満ちたコスモ、そんなものか、紛れもない。今のお前はあの若き日のゴールデンレイドとハイブラドどうこ、どうしたどうこ、少し懲らしめてやる。お互いあの網で冗談白竜砲炎王が足りんの。ウィナー、ようやく決着がついたの、シオン。まだこの体に馴染めんの。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれはドークが若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。食らえ道具。バカめ、自ら消滅を望むかシオン。ロシ、ロシとシオンのコスモが